どうもカマです。オキシジェン実況パート4やっていきましょう。前回強風4日間をなんとか乗り越えました。結構水もあんまりないとかね、エネルギーもあんまりないとか状況になってますけれども、一人も死者を出さずに乗り越えられたのは大変良かったんじゃないでしょうか。今人口は38人ですね。着々と増えてきています。で、前回ね、いろいろ作ったんですよね。ここのカフェとかね、あとこちらとこちら、こちらにある、プラントハウス、芋を作ってたりとかね。うん。で、極み付きはこれですね。電波塔。はい。これで電波をですね、外部に飛ばして、結果、小さな州っていうね、場所を見つけましたと。この場所に探検隊を派遣することで、確かデモ版だと、10人ぐらいの人を連れて帰ることができた気がするんで、ちょっとこれは今回ね、やっていこうかなーって思います。で、他に何やっていこうかなーっていうのをちょっと考えてたんですけれども、あのね、ちょっと今まで生きるのに必死で、エンターテイメントをね、意識できてなかったと思うんですよ。なので今回は、研究でここら辺行きたいな。照明付き木とかね。うん。遊び場とかね。子供たち向きの遊び場、いいじゃないの。そういうのをやっていけたらなーって思うんですよね。多分これを作ると、信任投票で有利になるんだと思うんだよね。次回、18.4 日後にレベル7にしろ。で、今レベル6でもうちょっとで7上がるからね。うん、今回もまあ余裕でいけるとは思いますけれども、未来への投資ということでね、エンターテイメントを作っていけたらと思います。ということで、じゃあ今回もやっていきましょう。生き抜くぞ。というわけで早速、電波塔から探検隊をね、送り出したいんだけれども、水が足りないんだ。うん。人も足りないか？人もちょっと余裕はないけど、まあ、どっちにしても水がまずないからね。69の水が必要だと。いうことで、今74しかない。まあ、持っていけなくはねえのかな。でも、もう、死んでしまいます。なので、まず水をですね、たくさん確保したい。ちょっとさ、これやろうかな。浄水器 20% 高速製造を可能にするっていう技術ですね。240の研究ポイントでアンロック。20% って結構なもんだよね。ちょっと、240、まあいいでしょ。やりましょう。これは、効くよ。あ、とか、そもそもそうか。照明付き木をアンロックする前提条件なのか。ああ、じゃあ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 。はい。これでよし。つか、干ばつがもうすぐ来るんだな。探検隊どころじゃないね。干ばつを乗り切るために水を、貯めなきゃいけない。お、そして新規タスクが来ましたね。うん。干ばつの準備だね。はい。水と魚を蓄えようっていうやつかな。そうだね。あれ待って、水あんま溜まっていかない。これあれだ。酸素ボンベ補給に帰ってるんだ。だから、浄水器発電しましょう。これで酸素供給されるからね。作業効率上がるでしょ。あ、待って。よく見たら浄水器もう一個建てろっつってるな。マジか。三つ？いやー、建てますけど。建てます？あ、また新規タスクなー、今度は。石材生産に注目しよう。あー、石をたくさん作れっつってる。あ、採石場を建てろだって。あー。俺の目標をタスクが邪魔してくる。ああ、でも200で作れるから、もういけるっちゃいけるんだね。もう、とりあえずアンロックだけしとく。いやー、でも待って。正直今はこっちよりも、娯楽の方を優先したいんだよな。いいか。スルーしちゃうか、これ。信任、決意ポイントが下がっちゃうけど、大丈夫でしょ。ね、たまには、タスクに応えないっていうね。そういうところを見せないとね。うん。マンネリになっちゃうから。刺激を与えてあげないと。よかったー達成できたよー。よかったよかった。はい。水と魚をもらいましたよ、報酬で。プラスチックと石ももらった。よかった。さあ、来ます。干ばつ2日間、スタートでーす。さあ、水がなくなっていく。浄水器と釣り堀は全部止めてしまいましょうね。はーい。で、その代わり、
研究開発とかにね、割り当てて、電波塔にも行っちゃいます？あ、そうか、このタイミングで探検行けばいいのか。それいいね、そうしよう。人余ってっから。はい、小さな州。いいですね。うん。水も69なら大丈夫でしょう。ということで、チームを派遣したいと思います。行ってらっしゃい。1日と10時間かかります。干ばつ中に帰ってこれるね。行ってらっしゃい。はい。さあ、出発するのか？とりあえず一旦電波塔に入っていって、出てくるかな？出てこねえな。あれ？もう行った？あ、もう行ったっぽいね。労働者減らせないもんね。おー、向かってる向かってる。小さな州。やばい、水が結構、大丈夫か？あと 0.6 日で終わる干ばつ。足りるかな、水。しかも多分、いっぱい人を連れて帰ってくるぞ、探検隊。大丈夫かな？あ、目標地点に到達した一行。これから探検の準備ができた。あ、着いたね。はいはいはい。いいよ。じゃあ探索をしようか。はい、探索。お！あ、やった！人が10人。プラスチック50で、これは、金属板板 ?79。すごいね。全員救うか、半分救うか、全部置く。それで、決意ポイントが変わってくるね。信任投票への影響がある。10人全員救いましょうよ！ね。よし。で、生存者がもうすぐやってきます。これでチームをセンターに呼び戻すことも、新たに発見された場所に派遣することもできます。はい。これまた帰ってくる。あ、34時間後？結構時間かかるね。あ、やっぱり研究開発、人、めちゃめちゃ割り当ててるから、研究ポイントすぐ溜まっていく。470だって。これどうしようかな？じゃあ先に、タスク完了させようか。採石場200だから行っちゃうか。行っちゃいましょう、これ。はいよー。で、これをですね、石材の交渉があるので、そこに建てると。ここか。ちょっと遠いな。もっと近くにない？ないね。ないね。ここですね。ちょっと遠いな。まあいいでしょう、しょうがない。はい。あと 0.2 日で、干ばつ終了です。ギリギリ水なんとか、も、持つこれ。12になっちゃったけど。ギリ持つか。はい、おしまい。よーし、ギリ持ったね。お、そして終わった瞬間雨降ってきた。恵みの雨じゃ。採石場が完成しました。さあ、あとは、タスクを、完了させるために、二人ぐらい割り当てておくか。で、石掘ろう。あ、で、あれだ。家がないのか。家作んないと。そうだそうだ。10人増えるからね。あー、避難所は石材が足りなくて作れない。ちょっと待って。じゃあ、やっぱり先に、石材の採石場か。ここを、全振りだな。あー、着いた！ん、待って。子供ばっかりもしかして。あ、子供7人もいる。マジか。まあまあまあいいでしょう。いいじゃないの、子供。ね、これからほら、遊び場も作るから、ちょうどよかったよ。で、ごめん、ちょっと家待ってて。石を今ですね、掘ってますから。取り立てほやほやの石で避難所作ってやっから。おっと、新規タスク。今度なーに。では、探検隊に魚の缶詰用意しましょう。だって、缶詰工場、次から次とねー。拒否していいっすか、一回。まだ缶詰いっぱいあるよね、多分。食料。あれ？あー、できないのか。まだいっぱいあるはずなんですよ。だから拒否しまーす！はい。決意ポイントが1だけ減る。けど、いいでしょ。電波塔、あれ？ここなんで5人固定になっちゃってんだっけ？これ減らせないんだっけ？あれ？探索済み。あ、命令を待ってる状態です、だって。え？センター。チーム発見？チーム発見。戻っておいで。あれ？あ、そっか、こうやんなきゃいけないのか。マジか。ええー。
時間ロスしたな。いや、助けた10人と一緒に帰ってこいよ。だいぶ放任主義だね。はい、石材製造タスク完了しました。これで石材ももらえたね。お、そして待って、ストレージはほぼ満室です。だってストレージ、あー、これか。はいはいはい、ほんとだ、容量1500分の1365、結構なもんだね。なるほどね、ここに今入ってってんのか。はーん、じゃあストレージも一個作ろうか。そう、ちょっと気になってたんだよね。例えばさ、ここの採石場で取った石が、15個まで採石場の中に貯められるのよ。で、15個なったら、作業員が1人歩いて、ここまで置きに来るのね、ストレージまで。だから、距離が長いと、置きに来る間の時間ロスなんだよなぁ。で、考えると、もうちょっとここら辺に、ストレージを1個作っても良いんじゃないかなって気がしてる。と思ったら、ストレージも石材使うのかい。なんてこった。すごい、必要に言われてる。大丈夫、1回言えばわかるから。OK! 石が溜まったので、避難所を作りましょう。ギリ、はい、ギリ、酸素ドームに入ります。よっしゃー。あ、電波塔チームが帰ってきた。プラスチックと金属板を持ってきたよ。よーし。これでまた減らせるね。まあ、そのままにしといてね。さらに新しい地点を探すっていうのもありだけれどもね。ただちょっと今ね、人手不足なところが正直あるっちゃあるので、労働力ちょっと減らしますね。3人ぐらい。2人でいいかな ?2 人にして、研究開発に3人割り当て。おー、ちょっと待って。低酸素で体調崩してるぞ、二人。え?うっそ。まだ強風じゃないんだけどね。これ、ちょっと、謎ですね。あ、家がないからか、もしかして。家がなくて、酸素ボンベの補給ができないとか、そういうこと?そういうことかもしれない。あ、ちょっと待って、新規タスクがあった。あー、強風備えよう。はい。やりましょう。石炭掘れって。いいよいいよ。やろやろ。その可能性はあるな。確かにな。早く立てないと。よし、できた。はい。これで解消でしょう。だと思いますよ。うん。ただね、もうちょっとしたらまた潜水艦がね、3、4人連れてくるんだよね。そう考えるとだ、もう一個作りたい避難所。でも石がないので、やっぱり、採石場いっぱい掘ってほしい。あーでも、ストレージがいっぱい、あーもう限界超えてるぞ。やば、どうやって積んでんだ、無理やり突っ込んでんのか。先にやっぱじゃあストレージだね。これ作んないと。石材70個、まだ足りないけれども、立ててるうちに増えるでしょう。ここら辺かな。上側にある廃墟、下側にある廃墟、左にある廃墟。いい位置だと思います。ここら辺に作りたいと思います。はい。よし、できた。オッケー。まあいろいろね、中に何を入れるか調整できるけど、とりあえず今はまたそんな考えなくてもいいかなって気はするね。うん。全部入れるだけ入れちゃいましょう。よし。これで多分採石場で取った石はここに入れてくれるようになると思うんだけど。あ、いったね。うんうん。はいはい。あー、いかん。潜水艦が人を連れてきた。やばいぞ。人何人来た?4人来たのか。ちょっと待って。もう強風が来るから、取り急ぎ家を作らないとこれまずいのでは。ああ、避難所が金属足りなくて作れないので、コンテナハウスもう先に作っとくか。しょうがない、これは。ここに1個、コンテナハウス行きましょうか。横は無理だよね。うん。よし。ちょっと作ってくださいよ。頼みますよ。OK、できた。よしよしよし。危ねえ、ギリギリ。さあ、来ますよ。強風。今回でもね、エネルギーいっぱいあるの。3800もあるから。多分大丈夫じゃないかなって思ってます。始まりました。すべての発電機をオン!贅沢に使っていく。今回はスカベンジしてる人いないから、人が倒れることもあんまないんじゃないかなって思ってっけど。建設もしてないしな。あれ?
低酸素で体調を崩した。ああ、そっかそっか。ここのデーダーシュダーか。確かにここはまだツリードームがないからな。うん、そうだった。ごめんごめん。今診療所やってないんだ。再開するからしょうがねえ。そうだったよ。ああ、でもやっぱあれだね。施設を増やせば増やすほど、当然エネルギーもめちゃめちゃ使うね。残り1日。1100、ギリかな、また。ギリ足りるか足りないかぐらいだ。怖えな。新規タスク来ました。金属板の生産。やるか。同意。同意します。6日以内ね。了解。これだね。金属加工。はい。よし。で、ついでに、照明付き木。これもアンドックしよっか。よし、ギリギリ。エネルギー残り83。はい、じゃあ、すべての発電機をオフにしましょう。はぁ、怖い。で、金属加工の工場を建てていきたいです。できたー。おー、これが、中で板を作っている。出来立てなのにだいぶ年季入ってんな。まあ、原料となっている資源も全部再利用してるもんでしょ、きっと。うん、それは年季も入るよ。で、これも作ろう。照明付き木。光り輝く装飾ツリー。信頼度を高めるために人々がこの装飾品を見に来る。5人が同時にこの装飾品入れてない。装飾品を見に行くことができ、行くことに、プラス5か。おー、すごいね。金属板80、プラスチック70、うん、大丈夫です。はい、できた。おー光ってる、光ってる。いいですね。おー。早速一人見に来てる。なんでこんなでかい木なのに足元見てるの？もっと上見ようぜ。はい。金属板のタスクが完了。オッケー。ちょっと食べ物が少し心もとない感じ？これどうなんだろう？釣り堀じゃない、これ浄水器だ、こっちだ。釣り堀と、ここのプラントハウス。どっちが生産効率高いんだ？魚は3匹、芋は4つ。単純に数だけで見れば芋の方が多い。プラントハウスの方が多いんだけどな。あ、そっか、プラントハウスは、湖が凍ってたとしても、凍ってても干ばつでも食料作れんのか。そう考えると釣り堀からプラントハウスに移行した方がいいかもしんないね。うんうん。そんな気がしてきた。じゃあプラントハウスをもう一つ作ろうかな。じゃあここに一つ作りましょう。はい。そして研究ポイントが溜まったので、いよいよ遊び場。これを建てましょうか。子供立ち向き遊び場。素敵じゃない。行きましょう。よし。これはどういう意味があるんだろうね。特に建物詳細のところにメリット書いてないけど、子供が遊ぶから癒される的なこと？今更気づいたけど、ツリーでがっつりあれだな。道壊しちゃってんな。やっちゃってるな。よいしょー。はーい。お願いします。おー、あ、はいはい、2年目終了だね。今年もなんとか生き延びた。はい。新任投票対象レベルを達成。人口は、15人に増えて、4人の赤ちゃんが生まれた。あ、そんなに生まれたんだ。5名が死んだ。はい。次の新任投票対象レベルは9。まあ、いけるんじゃないですかね。年3が始まるよー。わーい、やったー、みんな集まれ。そして、できました。遊び場が誕生です。暗い。お、子供たちがやってきた。キビキビとした更新でやってきましたね。これ遊んでんの中で。おー、すごい。遊ぶ。あ、なんか言ってる。あ、社会生活が上がってる。あ、ってことはやっぱりあれだね。決意ポイントが溜まっていくんだ。で、ちょっと待って。服を作るのは、どれだ？あった。裁縫師か。うわー、ちょっと待って。金属板とプラスチックを使って、防護服。で、下にあるプラスがついてるのはちょっと、いい防護服か。
歯車とあれはなんだっけ、ケブラー。ハードル高え。でもこれ作んないとやばいね。これもじゃあ、金属加工工場の隣に建てるか。マジかー。ここで新規タスク。ああ、島が降りる。はいはい。食料と水の生産。オッケー。また新規タスクだって多くないか？ああ、再放置。はいはい。まあちょうどいいタイミングだよね。俺のプレイ見てるよな、これ絶対。裁縫紙を立てて、プラスチックと制服を生産しろと。はい、できた。裁縫紙の館へようこそ。今回はちょっと街広がったね。はい、こちらの方にもね、いろいろ生産拠点を作りました。これが採石場。で、新しいストレージを中心に、金属加工、そして裁縫紙。ハサミがトレードマークです。こんなおしゃれな装飾いらないのにね。そして、今回の目玉は、なんといってもこの二つ。照明付き木と遊び場ですね。お子さんにっこりです。これで信任投票もね、楽々クリアできるようになったんじゃない？だって、もうすぐレベル8になりそうだもんね。早いよ、多分これ。さあ、次回はですね、霜がまたやってきます。まあ、これは大丈夫でしょう。次の強風が何日続くか怖いね。これが、だけちょっと心配ですけれども。で、また電波塔もね、復活させてさ、新しい地域をね、探検していきたいですね。そういうのも次回やっていきましょう。ということで、今回はここまでにしましょう。よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら、高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。